今めちゃめちゃ夜なんですけど、さっきサーバーリスタート来たんで、モニュメントパズルの箱絶対湧いてるから、ウォータープラント周りに行きたいと思います。あの拠点いっつも光ってんだよな。そういや、ここ崖だった。めちゃめちゃ寒さあるし、グキってなったし。注射器刺しても多分これ効き悪いな。夜すぎて崖が全然見えなかった。中に入っていきましょう。多分ね、この倉庫内は箱湧いてないんだよね。あれ入れなかった。湧いてるし。嘘ばっか言っとるやん。ここ湧いてるってことは確実にモニュメントパズルは湧いてるということ。敵が集まってくる前に持ち帰りたい。扉開いてないね。キーカード通して。湧いてる。わら箱だけだけど。なんでこんなわら箱ばっかな。点火して。閉まりやがった。リスタート後だからかわかんないけど、全然敵いない。分解していきましょう。分解終わりました。スクラップ的に微妙だな。またボールは食ってるよ。いっつもどっかの拠点がボールは食ってる。無事帰宅。拠点強化のために石が欲しいので、金属の鉱石とか白石を集めようかな。手に入れたジャックハンマー、未だ一回も使ってないっていう。持ってこればよかったな。なんか今は安全そうだし。風化した後の拠点がある。え？そこにもある。ヒアの出番か、これ。取られた後か。この辺結構湧いてるな。よし、無事帰宅。この拠点アクティブなんだよな。ジャックハンマーデビュー戦行こう。え？風化？え、だよな。防具棚のは抜かれてるわ。けど、サイレンサーめちゃめちゃありがたい。リサーチしたら炸裂レイドいける。あの拠点も風化してる。すごい拠点やね。取られた後か。ジャックハンマーで石叩きたいけど、そんなに湧いてないっすね。いやでもサイレンサー手に入ったらめちゃめちゃでかい。ジャックハンマー快適すぎる。リスタート後だからまとまりそうだな。4000。何、雲眺めてんの？無事帰宅。サイレンサーをリサーチしちゃいましょう。でかい。全然出なかったからな。レイドオンしてた方にちょっと行ってみよう。やめてー。いや、さすがにこれ撃った方がいいかな。行って。ちょ、マジか。もう、こいつ。え？ああ、落ちたのか。どの辺で梱包レイドしてたんだろう。人の気配はないな。この近辺だと思うんだけど。お、ラベバレの音してる。あの辺すごい死体あるな。二人組がいた。
多分もう一人いる。二人とも死んだ。わらわら集まってくるな。その前に消えよ。このバックパックは？やばい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 。あぶね。馬乗ってなかったら死んでた。ダブバレめっちゃ回収したぞ。みんなショットガン使ってんな。逆にショットガンしか使ってない。よいしょ。無事帰宅。この辺の道沿い結構箱開いてる。緑のキーカード湧いてたりしねえかな。めちゃくちゃ欲しいっていうわけではないんだけど、予備を持っときたいんだよね。武器ボックスは湧いてないし、緑のキーカードもない。え？ちょっとだけアイテム入ってる。お、ありがとう。かまどうまいじゃん。よし、無事帰宅。一番外の扉を取り外します。壁を建築していって。石強化。床をつけて金属強化。ガレージドアを3枚ほどクラフトしましょう。扉をつけていきます。そして装甲板の両開きを2枚クラフト。めちゃめちゃ拠点硬くなるなこれ。でここを装甲板強化。床もガレージ外して装甲板の両開きをつけましょう。枠を金属強化。ここも装甲板の扉をつけましょう。ガレージドアつけて、ここにもガレージドア。めっちゃ硬くなったな。これでもう少し拠点を強化しようかな。邪魔されそうで怖えわ。さらに強化します。
オッケー、だいぶ強化できましたねこれで。なんでそこにかまど置いてあんのって感じだけど、このかまどは拠点に入るためのかまど。さすがにね、一気に強化しすぎると狙われちゃうんで、とりあえず今回の強化はこの辺で終わろうかな。